ロスイコールラーゲ空港は、ドイツイコールフォアポンメルン州ロストック軍に所在する地方空港。空港敷地は、ラーゲ町のクロンスカンプ地区とバイテンドルフ地区にまたがっており、民間航空とドイツ連邦軍が共用している。空港の運営については、ロスイコールラーゲイコールギュストロー空港を、を GMBH が担当している。ロストック空港の歴史は20世紀初頭にまで遡れる。 第一次世界大戦前に交差級地帯に水上機溶発着水面と滑走路を備えた複合施設が建設された。第一次世界大戦中はドイツ帝国軍が使用したが、戦後は民間利用が始まり、水上税関を備える地方空港として発展する。また、空港はドイツパイロット学校の機能を持つと宣言され、その後のパイロット訓練に、 重要な役割を担った。さらにエルンスト・ハインケル航空機製造会社は飛行場に面した最初の業務拠点を開設した。1930年代にはドイツ国防軍や軍需産業によって再び軍事利用され第二次世界大戦終結まで継続する。1935年以来ロストック空港の付近にはハインケル航空機製造会社と アラド航空機製造工場はグロースクラインとマリーエンエーエに業務用飛行場を保有する。1945年4月の戦争終結前にルフトハンザドイツ航空はスカンジナビアへ最後の定期便を離陸させた。第二次世界大戦後は飛行場にあった航空機工場は解体される。これによりロストック市には空港がなくなる。 1950年代からロストック市東部に新空港の建設計画が始まるが実現は困難であった。1984年に国家人民軍ラーゲ軍用飛行場として再開される。ここには第77戦闘爆撃航空団と第28海軍航空団が駐留し、国家人民軍空軍が東西再統一後は連邦空軍が管理した。 1992年から民間航空の利用が始まることになり、これにより、同年1月に共同使用契約が締結され軍、専用飛行場から官民共用の空港となる。新たに設立された、ロスイコールラーゲイコールギュストロー空港会社は、第一旅客ターミナルの建設を開始し、航空事業に必要な施設の整備に取り掛かった。また、民間空港としての名称である、 ロスイコールラーゲ空港が与えられる。当初は航空輸送業務については国内定期便が中心であったため空港は休日利用で繁盛する。将来の利用客増大に備えて2つのボーディングブリッジを含む新旅客ターミナルハンスヨアヒムフォンパプスとオハインが2005年9月9日に開設される。ターミナルにはメクレンブルクイコールフォアボンメルン州における飛行機の 歴史を伝えるべくハインケル HE178 のレプリカが展示されている。2007年1月には空港連絡道が新たに開通した。これにより自動車で空港を訪れる際にはバイテンドルーフを通過する必要がなくなった。オストゼーザイトゥンクによれば旅客数が増加しているにもかかわらず自治体は年間60万ユーロの赤字を出しているとされる。 滑走路の南側に、一般客用ターミナルのほか、貨物地区、管理地区、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、警察ヘリコプター隊などが広大な施設に組み込まれている。民間航空については、定期便のほか、チャーター便の発着に提供されている。チャーター便については、年間旅客数が増加している空港の一つでもある。 2005年には約17万8000人であったのが2009年には約15万2000人となっている。2009年夏にはブルガリアンやチャーターがブルガリアの地方都市ブルガスとバルナに毎週それぞれの個別状況でチャーター便が発着している。またエアベルリンはロドス島に週1回パルマデマイオルカに週3回の頻度で発着している。 スカイエアラインズとサンエクスプレスはトルコ共和国のアンタルヤへの便を就航させている。2009年3月にはイズミル業も就航する。チュニジアのヌーベルエアは1年間だけロストックから観光地であるモナスティルにチャーター便を就航させていた。2010年夏からヘルベティックエアウェイズは週2回の運航でチューリヒとバルト海方面にチャーター便を就航する予定。 定期便については2008年5月にジャーマンウィングスがケルン業の国内線を就航させる。この路線については週4回の往復からなっている。同社はロストックからシュトゥットガルトにも路線を就航させる。2008年6月4日から8月30日までの期間限定でライアンウェアーはストックホルムスカブスタ空港業の試験運用がなされる。 2010年3月27日から、ルフトハンザシティラインは、土曜日の午前と日曜日の夕方に、ミュンヘン業の限定便を出す。道路線ついては、オストフリージッシュ航空が10月末までに、週12便を引き継ぐ。2005年まで、ロストック空港は、ドイツポストの夜間便システムに利用され、この便のために、ルフトハンザ航空はボーイング737を、 貸し切りで提供していた。ジェネアビについては、商業航空のみならず航空スポーツにも人気ポイントの一つとなっている。ドイツ連邦空軍により、空港北部の滑走路と誘導路の一体は、ラーゲ航空基地と呼称される。基地には、第73戦闘航空団、シュタインホフが配置され、ドイツ連邦空軍で最初に、ユーロファイター台風運戦闘機が配備された。 ユーロファイター配備まで第73戦闘航空団は1990年のドイツ再統一により国家人民軍航空軍から引き継いだソビエト連邦製のミグ -29 戦闘機を配備する唯一の連邦空軍部隊であった。OG サイトングフォム16デトセンバー2008ありがとうございます。